スワローのボーカル工藤ほのかさん、レコード、カセット、CD で発売された名曲をカバーアレンジし、現代に歌い継ぐプロジェクト、オールドトゥーザニュー。彼女が第4弾の歌い手を務めます。古いものが尊いってそれを言い続けてても、新しいものを聴いてる世代の人たちには届かないから、新しい形にリアレンジして届けるよっていう、そこのバランスをが取れたプロジェクトっていう解釈ではあります。普段からお母さんが教えてくれた曲を聴くことが多いというほのかさん、今回カバーする曲として選んだのは、ザ・イエローモンキーのジャム。日本人の乗客はいませんでしたっていうフレーズがすごく耳に入ってきて、これどういうことって思った。こっちだなこちらはサザエです、はい、アーティストとして絵も描かれているほのかさん。私の本業はミュージシャンなので、やりたいものをやった後にやっぱりそれを誰かに伝えるために、作りたいものをこう商業的に変換するっていう方法を取らないといけないんですけど、絵は今のところそれがない自由なので、音楽がそっちの方向にこうずるずる転んでいかないストッパーというか。私が描きたいのは、絵にしろ音楽にしろ商業美術でもなく商業音楽でもないものなので、そういう意味ではマインドは今の私とジャムとは割と合致したのかなと私は勝手に解釈している。この日はほのかさんの所属するバンドスワローのラジオ収録。ギターの安部さんとキーボードの種市さん、3人は小学校からの同級生、青森県三沢市出身の3ピースバンドです。一定の信頼っていうのかな、兄弟みたいな。食欲を誘うケチャッピの甘みとバター風味が病みつき。青森から上京してきたほのかさんに東京はどう映ったのでしょうか。肌に合わないっていうのもあるし、あまりにこう自分の思い描いていた生活と違うギャップに結構打ちのめされすぎていて、勘違いもいいところ、夢と欲は紙一重、誰もが憧れた本当の自由は寂しいよ。東京に住んでるからできるものがあるから、東京に出たことに対して後悔はないんですよ。東京カルチャーは愛されるべきものなんだろうっていうのは分かるんですけど、個人的に私の肌には合わなかったっていう。実家の犬とかインコに触りたくて、悲しい本当に毎日スワローは今年の春から青森を中心に活動していくことになりました。どこに向かっているかわからないのに、ただただやることをやらなければいけないっていう状況がすごくしんどかったので、やっぱり青森でやりましょうっていう方向性が定まった時は結構カチッとはまったというか、やることが見つかって安心した感じはありましたね。ほのかさんの歌うジャムのミュージックビデオは青森で撮影することになりました。スワローでも青森でばっかり撮ってて、まあ、青森で撮るってことにこだわりを持っていたので、まあ、そこはちょっとスワロー色を残していけたらいいかなと思います。多分スワローだけやっててもできないことだったので、光栄だなと思っております。さまざまな経験を経て、ほのかさんが一番大事にしていることを聞いてみました。作品を作るときに嘘はつかないこと、やりたいことをやるっていうことの裏には、自分に対して嘘をつかない、他人に対して嘘つかないっていうことが条件というか、その上でやりたいことをやるっていうのじゃないとただの自分勝手になるなっていう気持ちはあるので、嘘をつかないことですかね。はい、はい、どうしてどうしていつ多分私は
変わらない変えたいと思わないし、青森でちゃんと愛されるというか、ちゃんと戻ってきてこう周知される努力をしたいなって思ってますね。ブレないシーンを見つけたほのかさん、今回カバーするジャムをどんな人に届けたいのでしょうか。名曲って言われる色褪せないものっていうのは、色褪せないシーンはあるけど、どの時代にもその時代特有の解釈をもたらせるものなのかなと思っているので、ジャムっていう曲を知らない世代の人にやっぱり聴いてほしいなとは思いますね。